劇団新幹線っていう大阪出身の劇団なんですけども、お客さん200人とか入るようなちっちゃな小劇場って言われてるところで、今2000人ぐらいの劇場で、やっぱりアクティングエリアっていうのも大きくなって、求められる運動量っていうのも、こっちはカレーを重ねているのにもかかわらず、はい、反比例してるんですよね。でもその当時、今みたいな情報が、スマホもありませんでしたし、暇があったらもう何か楽になるもんないかな。でその時にコラントッテさんに出会って、今ね本当にスポーツの中継見てもしている方多いですけど、僕は早かったんじゃないでしょうかね。はい、はい、本当に来た瞬間から気持ちいいと思ったんですよね。めちゃくちゃいいんですよ。これがまた皮膚との接着部分がちょっと浮いてるんですよね。ポケットもついてますしね。これ本当におすすめ。基本家に帰ったら、はい、100% 着替えてますね。はい、やっぱり寝起きっていうのは睡眠の質だったりすると思うんですね。だからそこが良かったということなんじゃないですかね。うだうだゴロゴロ寝返りとか打たずにパッて寝ちゃったっていう感じがするんで、きっと食って睡眠に入れたんだと思います。はい、朝起きた時の感覚っていうものが一日を割と決めるんで、寝る前にはなるべくその胃を胃の中に残ってるものを少なくするとか、これ全部睡眠のためなんですけど、本当は食べたいんですよ。本当はお酒も飲みたいんですけども、はい、いい仕事をなるべくそのいいコンディションでやりたいので、本当に数時間しか寝れない時もあるんですけど、それをより効果的に過ごせればって、はい、そういうところでいろいろコラントっての商品に助けてもらう。